シモン・アリアンヌ・バイルズはアメリカの女子体操選手。2016年リオデジャネイロオリンピックの体操競技で女子団体、個人総合、跳馬、床で金メダルを獲得し4冠を達成。世界体操競技選手権では2013年から2019年現在までに通算で25個のメダルを獲得し、男女を通じて史上最多のメダル獲得者となった。 4人兄弟のうちの第三子として、オハイオ州、コロンバスで生まれた。実母がドラッグとアルコール依存症だったため5歳の時に、ソフロンと祖父の2番目の妻、ネリーの養子となり、6歳の頃に体操を始めた。全米ジュニア選手権を制した後、シニアに転校して、アメリカナショナルチームに入り、2013年世界体操競技選手権では、個人総合というかで優勝。 長場と平均台でも、それぞれ2位、3位となった。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、アメリカチームの団体総合金メダル獲得に貢献。個人種目では出場した4種目のうち3種目を、制した。2017年、2019年、ローレウス世界スポーツ少年間最優秀、女子選手賞を受賞。2021年に開催された2020年、 東京オリンピックでは、新型コロナウイルスによる開催の延期や無観客開催、大会期間中のおばの急性による精神的ストレスを理由に、団体総合決勝途中で演技を取りやめ、個人総合、種目別長場、種目別段違い平行棒、種目別床を棄権した。その間、バイルズは、順天堂大学の体育館において、自分の技術を取り戻すべく、 非公開で練習を行っていた。その後、種目別平均台には出場し、銅メダルを獲得した。注意欠陥、多動性障害を抱えている。2016年のリオデジャネイロオリンピック終了後、ロシアからのハッキングによってシモーネが、通常世界、アンチドーピング機関が使用を禁止している、メチルフェニデートを服用していることが報じられた際、 自身が ADHD を抱えていることや、子供の頃から治療のために許可を得て、メチルフェニデートを服用していると、ツイッターで表明した。またアメリカ体操協会もツイッターで、シモーネが、アメリカアンチドーピング機関や世界アンチドーピング機関が求めている書類を提出しており、規則に違反していないとする声明を発表した。 2020年東京オリンピック開催前の2021年6月に日本政府が覚醒剤の成分を含む薬の日本への持ち込みを特例で認める法律を成立させた際にはシモーもその対象になっている。米国体操協会の元チームドクター、ラリーナサル受刑者が多数の女子選手へ性的虐待をしていた事件をめぐり、この件に関して証言をした一人でもある。 ありがとうございます。